皆さんおはようございます。キノチューブです。最近のうちの庭事情をちょっとご紹介してみたいと思います。これは昨日作った花壇なんですけども、まあ壇なんですが、うちの娘が隣の家を見てこういうのを作りたいというので、即席ですが、作ってみました。今花がですね、いろいろやっぱり少ないのでちょっと寂しいんですが、こんな感じで木を組み合わせてですね作ることができました。それからメダカのプラ船なんですが、こんな状態で、横に発泡スチロールの容器に新しく水を作って入れてたんですが、そっちの方が水がやっぱり汚くなってですね、2匹ぐらい死んでましたので、こっちにやっぱり移しました。何匹ちょっと生きてるかわからないんですが、こっちに戻しているような状態です。それからこちらの、川魚が入ったプラ船は、中を見るんですけれども、ちょっと近くに行きますね。中を覗いてみてもあんまり魚が、見えないんですね、泳いでる様子が。下の方に、冬なのでじっとしているのか、ただ猫がこの網の上に乗って、ちょいちょいつついてですね持ってってるみたいで、この前も子供が一匹くわえてるのを見たわなんつって言ってたので、猫に取られてやっぱり数は少なくなっているのかもしれないですね。こう見ても全然魚の姿は見えなくなってしまってます。で、及川と金魚とタナゴの水槽はこんな感じで、やっぱり及川がですね奥の方にじーっとしてて全然出てこないです。死んではいないんですが、タナゴも、奥の方に、引っ込んで、全然出てこないような状況です。今日は1月の23日の朝ですかね。もうちょっとするとあと1ヶ月頑張ってですね、少し暖かくなるまで頑張ってくれればと思ってます。ということで、最近の庭事情でございました。どうもご視聴ありがとうございました。